動画をご覧いただきありがとうございます。ギヤマッスルでございます。はい、というわけで今日の動画のテーマですけれども、なんだっけ、はい、肛門を楽に出すための、まあ、新テクニックってことでお送りいたします。はい、まあ、新テクニックっつってもね、まあ、日々僕も研究してますので、まあ、何が新なんだか何が古いんだかちょっとあれなんですけれども、まあ、最近ちょっとこうなんだろう、研究していく中で、まあ、僕もレッスンをしていく中でこうアウトプットしながら、あ、これ結構おすすめだなと思った高音出すためのテクニックっていうのをちょっと話、はい、思いついたんでちょっと今日は動画にしてみようかなと思うんですけれども、もうズバリ開始早々何をやればいいかっていうのをお伝えしていくんですけど、高音域でのダブルタンギングまたはトリプルタンギング、まあ、両方ですね、まあ、シングルも含めてなんですけど、高音域でダブルタンギングトリプルタンギングって結構難しいんですよ。今ハイベイでダブルタンギングしてみたんですけど、まあ、もうちょっと低い音でいいや。この高い層、高い層でダブルタンギング、またはトリプルタンギング、はい、まあこんな感じで、まあ、とにかくね、まあ、高めの音で上の「ソー」とか、まあ、最低ソかな、高いソから上の音でダブルタンギングトリプルタンギングの練習をするっていうのをやるだけでも結構高音が楽に吹けるんですよ。っていうのも僕がそうなりました。もともとできなかったんですけど、それをやるようになってから結構高音が楽に吹けるようになったんですよね。はい、なんか不思議なんですけれども。はい、で理屈としては何かなって考えた時に、ダブルタンギングトリプルタンギングって、まあ、ベロをタカタカタカタク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 っていうふうに、まあ、息をね、あのベロを使って切る、まあ、動作のことを言いますけど、まあ、シングルタンギングはタタタタタっていうふうにあのトゥククククを使わずにね、あのやる普通のノーマルは普通のシングルタンギング、はい、ダブルタンギングっていうのはトゥク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 、トリプルタンギングはトゥトゥク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 みたいな感じで、はい、でいずれにしてもこの唇の形っていうのは変わらないんですよ。唇の内側にあるベロが動くだけで、外にある出口ね、マウスピースと一番あのくっついてるのは唇じゃないですか。でこの唇の中で起こってるわけですよ、タンギングをするためにこういうなんかこうやったりするのはね。で唇は別に変わらないわけじゃないですか、外にあるものっていうのは。だからこの中のタンギングっていうのをうまくベロを動かさないと、この唇に影響が出てきてしまうってことなんですよ。だからタカ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 とか、あんまり乱暴にタタカタタカタタカとかっていう風にあの激しくやってしまうと、唇がどんどん開いてきちゃうので、そうすると高音がダブルタンギング、ま、もしくはトリプルタンギングできなくなるんですよ。なのでこのトゥク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 っていうのをやってても開かないような唇のセッティングをするっていうのも一つだし、なるべくトゥクトゥクタタカタタカっていうのをなるべくこう狭いあの中で動かす訓練、練習が必要ってことなんですよ。でこれができるようになってくると、高音域の音を伸ばすのが結構楽になってくるわけですよ。まあとりあえずね、やってみてください。実際にこれやるだけでも結構ちょっと変わってくると思うので、とにかく高い層でいいので、まずはそこで普通のタンギングで、ダブルタンギング、はい、次トリプルタンギング、はい、この時にもう多分きつい人の方が多いと思うんですよ。でそれって唇がちゃんとまずは楽に層を作れてないとできないわけですよね。ただでさえ音が楽に伸ばせないのに、唇の中にあるベロがなんか暴れ始めたら、余計唇って広がるじゃないですか。で余計広がるとバテるんですよ。で広がって、あ、音が出ないと思ったらプレスが始まるんですよ。でプレスするとどん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 この唇のコンディションっていうのがどん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 こう振動しにくい感じになってって、まあ、最終的には音が出なくなってしまうっていうところにつながるんですよね。だからこの内側の唇を効率的に振動させるっていうのを、まあ、先に考えるよりかは、この外側の唇、まずは楽に伸ばす唇っていうのを少しでも考えてあげて、その上でタンギングを行いながら唇をキープするっていうような感じですかね。はい、で、まあ、できる人はもっと上の音もやった方がいいんですけど、で冒頭にやったあのハイドンの一楽章、ちょっとあの一番まあ難関って言われている、
このハイデスマに出てくる部分っていうのがあるんですよ。あのハイドンのね、ハイドントランペット協奏曲っていう、まあ、トランペット付近の登竜門みたいな曲があるんですけど、でこれも今みたいなところを、まあ、ダブルタンギングで今吹いたんですけど、自分はね、まあ、シングルタンギングでもいいんですけれども、結構そのそもそもこうずっと高音域を吹き続けてハイゲスをやんなきゃいけないんですよ、この曲って。はい、まあ、クラシックの中でも結構この曲はトランペットやってる方は知ってると思うんですけど、あのファから始まってみたいな感じで、もうずっとファから上の音を吹き続けて最後ハイディスを当てるっていう、すっげー難しいんですよこの曲ってね。はい、でこの曲をやっぱ吹くって考えたら相当軽くやっとかないと今のデスまでたどり着かないんですよね。でこれを自分全然吹けなかったんですよ昔で。どうしたら吹けるかなって考えたら、やっぱとにかく軽くタンギングできるとこないかな、軽くダブルタンギングできるとこないかな、軽く鳴らせるとこないかなっていうのを一生懸命考えたんですよ。で単純にハイトーンとか高い音を楽に吹く練習っていうのは大事なんですけど、それに加えてタンギングも行うことによってよりこの唇を楽に鳴らせるポイントっていうのを見つけられたかなと思います。はい、で、まあ、とにかくいいっすよ、高いそうって今言いましたけど、もっと低い音でいいので、とりあえずチューニングメディアでタカ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 な感じで、とりあえず下から上まで上がっていくっていう練習を僕は結構やってます。はい、高音域をダブルタンギング、トリプルタンギングができるってことは、それだけ楽に唇をセッティングできてるっていう証拠なので、だから今日の動画はちょっとあれですね、最後に話すのもなんですけど、結構上級者向けかと思います。はい、上級者向けかなとは思うんですけれども、ただ僕もね、日々やっぱりちょっとでも楽に鳴らせないかなとか、まあ、いろんな練習をしてますけれども、はい、まあ、その中でこう気づいた方法とか、はい、テクニックっていうのはこうやって随時で、ね、動画にして保存しておくっていうね。でまた1年とか2年とか経って、当時あんなこと言ってたな、でも今はもっとこういういい方法があるなみたいな感じで、まあ、僕自身もねパワーアップしていくための一つの材料としてさせていただいてますので、はい、またいろんな情報が発見しでき次第報告させていただきます。ありがとうございました。はい、というわけで今日の動画は以上となります。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。